ルカパ調理の著書、スムマ。複式簿記を体系化した最初の本とされる。会計誌では、会計の歴史及び会計と密接に関係がある帳簿や簿記の歴史について扱う。会計は利益を利害関係者に説明する行為を指し、簿記は帳簿に取引を記録する行為を指す。歴史的には、会計は財の記録とそれに基づく管理。 簿記は、会計に、固有の記録、計算用ツールとも言える。現在の会計という語は、企業会計を指す場合が多いが、国家についての記録も多数が残されている。本記事では、古代を含めて、国家、商業組織の会計や、家計簿を対象とする。クエンティン・マサイス、両外相とその妻。金銭を扱う職業の注意深さ。 妻の信心深さを表している。会計や帳簿の起源は、物を数える行為や、物資を管理する行為に関係し、文字の使用よりも早く行われていた。物資を集めて分け与える管理は、再配分とも呼ばれ、古代の会計や帳簿は、再配分と密接な関係にあった。穀物をはじめとする食料や現物は、国家の歳入歳出や交換に使われ、 物資の数量把握が必要とされた。エジプト、メソポタミア、イスラエル、中国、ギリシャ、ローマなどの地域では、現在の短式簿記にあたる会計が行われていた。イスラーム王朝は、商業のインフラを整えて、財務官僚の技術として、初期術とともに簿記術を広め、インド数字を取り入れた。イタリアの都市国家は、地中海貿易を盛んに行い、 13世紀から15世紀にかけて複式簿記の原型が整えられていく。貿易と金融の複雑化や商人の識字率の上昇も帳簿の発展を後押しした。インドアラビア数字はイスラーム世界からヨーロッパへ伝わり、計算や記録が容易になっていった。複式簿記がヨーロッパ各地に伝わり、会計や商法の近代化が進んだ。主な点としては、 年次決算の確率、生産票の出現、時価による評価変え、口別損益勘定の総括化、貸借対照票の原型となる資本金勘定などがある。初期の複式募金は少人数の組合員や組織によるものだったが、産業革命が進んで、投資額や企業が大規模になると、多くの株主に成果を開示するために、 フロートストックを要約した表を開示するようになった。これが対借対象表と損益計算書である。会計制度や法規制の増加に伴い、専門家として公認会計士が登場し、公認会計士による監査制度も整えられた。地域による会計基準の違いを解決するために、国際会計基準の導入が進んだ。会計事務所は監査に加えて、 コンサルティングを行うようになり、20世紀後半から、監査法人の独立性に疑問が提されるようになる。21世紀には不正会計により、大企業が相次いで破綻し、会計の厳格化や投資家保護の法律が定められたが、世界金融危機が発生した。コーデックスビギラヌス。インドアラビア数字がヨーロッパで書かれた初期の例。スペインの修道院で発見された。 会計には、計算が欠かせず、奇数法との関係が重要となる。エジプト数字、バビロニア数字、ローマ数字は、計算に時間がかかる。この点で、インド数字は重心法であり、計算が容易で会計に適した、奇数法であった。インド数字は、西アジアに取り入れられて、インドアラビア数字となり、イスラーム世界を通じてヨーロッパ、後には、世界各地に普及していった。 物を数える行為は、文字とは、別個に行われていた。紀元前30世紀のメソポタミアでは、粘土のトークンと容器を用いた会計が、在庫管理に使われていた。アメリカのインカ帝国では、キープと呼ばれる縄で財政が行われていた。また、近代の無文字社会でも、官僚組織と財務管理を整備した国家が存在した。会計を記録する道具としては、粘土版。 パピルス、畜管や木管、樹皮や、木の葉、欠場、ンプ、洋皮紙などが使われた。日本では和紙の長丁や袋丁に取引を筆書きし、ソロ版を使って集計した。これを帳愛と呼び、分類的には多帳母船収支簿記とも呼ぶ。会計技法の普及には出版物が大きな効果を持った。ヨーロッパでは、パチョーリの スムマをはじめとする簿記書が15世紀から出版されて、複式簿記の普及につながった。イスラームでは、初期術の一環として、財務官僚に簿記を伝授する本が書かれた。中国では官僚向けの会計術は書かれたが、民間の商人向けの本は近代までなかった。日本では、帳簿の基調や計算方法は消化ごとに秘密とされており、 部外者に共有はされなかった。マックス・フォルクハート、仕事場の交渉人財務会計は外部の利害関係者に公開する会計で、管理会計は企業内部の管理のために作成する。この二つは19世紀までは厳密には分かれていなかった。イギリスやアメリカの鉄道業には規制が多数設けられ、資金調達や利害調整、コスト管理。 政府や国民への情報提供などの要因が重なって財務的側面と管理的側面に分かれることとなった。さらにトラストの発生による独占が問題となり、規制のない一般企業でも財務会計が求められるようになった。中世イタリアでは商人は監査用の帳簿と日記を兼ねた秘密帳簿を付け、秘密帳簿の決算は公式の帳簿と一致しない、 場合が多かった。原価主義は取引をした時点の原価を基準とし、取得原価主義とも呼ばれる。これに対して、自家主義では、現在価値の自家を基準とする。原価は過去の価値、自家は現在の価値とも表現できる。会計は長らく原価主義で行われていたが、不動産や金融商品においては、原価と自家の差が大きい。 このため次第に自家主義の導入が進み、特に20世紀後半から金融商品を中心として公正価値の導入が進んだ。商人の筆記、マンハイムのライス・エンゲルホルン博物館所蔵。古代エジプトにおいては、帳簿を記録する初期は重要な役職だった。古代のギリシャやローマは地中海商業で繁栄したが、商業行為は低く見られており、帳簿をつけるのは、 奴隷の役目だった。委託、受託関係の会計として代理人会計があり、古代、ギリシャやローマでは、主人が、奴隷に委託し、中世ヨーロッパでは、領主が、荘園の管理者に委託した。これらは株主に経営状態を明らかにする現在の、損益計算書とは、意味合いが異なる。古代、バビロニアや中世イタリアでは、契約を記録するために、立ち会人や、 交渉人が働いた。イタリアでは契約の増加によって交渉人が不足すると商人が自ら記録を残すようになり帳簿の普及にもつながった。現在では専門資格を持つ公認会計士の制度が確立されている。国家の経済体制や社会の価値観によって会計を扱う職業の立場は変化してきた。 例えば16世紀ヨーロッパでは修税人や帳簿の不正を風刺する絵画が描かれた。社会主義政権時代のロシアでは会計士には人気がなかったが市場経済化が進むにつれて人気の職業となった。会計や簿記の複雑化には商業組織の事業内容、形態、管理が関係した。複式簿記が掲載されたと言われるイタリアの都市国家では 貿易の共同企業から遠隔地に視点を持つ大規模な紹介への発展が帳簿の発展を促した。減価償却、損益計算書、連結決算の成立には19世紀の鉄道業が影響した。古代エジプトでは知識の神々が初期の守護者とされた。キリスト教やイスラームにおいては立志が禁止され、中世キリスト教徒の商人の帳簿は神への 国会という側面を持った。ヨーロッパでは、帳簿が真実であることを神に誓う証として、元帳に十字架を書く習慣があった。ギリシア神話やローマ神話の構成、正義を象徴する女神は、会計事務所や会計に関する施設にも置かれることがある。会計は組織の活動を理解する手段として、有用であり、政府や自治体の公会系も、 営利組織の会計と同様に古来から記録されてきた。公会系の資源は徴税であるために、特に支出の統制が重要となった。中世イギリスの会計書は、公的、私的、教会、事前組織の4種類があった。複式簿記の手法を国の財政管理に導入することを提案したのは、17世紀の数学者、シモン・ステビンの論考『王公簿記』に始まる。 政府をバランスシートによって評価するという視点は、ブルボンアサの財務長官を務めたジャック・ネッケルの国王への会計報告がきっかけだった。国家の収入と支出を調べて問題点を明らかにした。会計報告は、フランス革命の一員にもなり、各国の公会系に影響を与えた。司会系と公会系は影響を与え合う関係にあり、 19世紀末から20世紀初頭のアメリカでは、司会系をもとに、公会系が改革され、さらにその成果が、司会系に応用された。古代エジプトの初期が使ったパレットと4本の尖り筆。パレットには、顔料のくぼみがある。エジプトでは、紀元前40世紀頃より、国家機構が形成されて、家畜や穀物、鉱物などが各地で租税として徴収された。 腐敗の恐れの高いものは地元の行政に支出され、それ以外の物資が中央のファラオの倉庫に送られた。倉庫の管理には会計記録官をはじめとする記録官や妊婦が配置され、会計記録官はパピルスに足草の筆で記録した。政府の経理文書は上質のパピルス、計算書は提出のパピルス、または上質のパピルスの断片を使った。 神殿や王宮、地方の役所には、初期の学校があり、教育を受ける余裕のある家庭ならば、庶民でも訓練を受けて初期に任命される機会があった。古代エジプト神話においては、知識の神トートが、初期の守護者であり、文書を保管する役所では、トートの像が祀られた。現物経済のため、生産物の貯蔵、食料や土地の配分のための計算が多用された。 このため現存するエジプト数学の記録には単位分数が多い。アレクサンドロス三世による征服の後はプトレマイオス朝を経てヘレニズムやローマの影響を受けた財政となっていった。粘土製の容器であるブラ紀元前4000年から3100年。メソポタミアには粘土製のトークンとブラと呼ばれる粘土製の容器があった。これらは 紀元前35世紀のウルク文化中期において、計算や物資の管理に使われたとされる。シュメルでは、文字を読めないもののために、トークンとブッラがメン版と併用された。紀元前22世紀から、紀元前21世紀のウル第三王朝の時代には、シュルギ王が、官僚機構の大規模化、土量工、会計、文書記録の整備を進めた。 紀元前18世紀のバビロニアのハンムラビ法典には、小取引、委託受託、賃貸借、貸借の契約についても書かれている。アラビア半島から広まったイスラームでは、クルアーンの第二章282節と283節において、貸借関係を明らかにする必要が書かれている。初期のイスラーム指導者である、ウマル一世は、 軍に給料を支払うために受給者名簿を作成し、名簿をもとに現金と現物で支給した。この財政は、軍による、征服地の分配と現地人の奴隷化を禁止する意図があった。受給者名簿は、D1 と呼ばれ、最初のイスラーム王朝であるウマイヤ朝において、官長を指す言葉になる。ウマイヤ朝の D1 制度は、アッパース朝をはじめとする後のイスラーム王朝に、 引き継がれた。また、インド数字が古代から西アジアに入り、アラビア語文献でも使用が始まった。773年には、インドからの施設がアルマンスールが治めるバグダードを訪れて、奇数法を宮廷に伝えた。3世紀から4世紀のバクシャアリー写本に書かれた、シャーラダー数字。右端の黒い点が最古のゼロ表記とされる。 紀元前4世紀のマガダ国では、パリサトという行政機関が設置され、ガナカやサンキアーナカと呼ばれる役職が、王家、官庁、法廷で計算をしていた記録があり、現在の会計士にあたる。仏典では大臣に属するガナカの記述があり、マウリア朝の政治家カウティリアが書いた、実理論には、サンキアーナカの仕事が書かれている。マウリア朝の官僚制度は、 クシャーナ朝にも引き継がれ、中央の主税官、税務官、地方の会計官などがいた。クシャーナ朝時代に作られたとされるマヌ法典には、第8条と第39条に会計についての規定がある。不動産、奴隷、債務弁債、カーストごとの利息、省税や年貢について定められていた。古代インドにおいて、現在の会計で使われている数字の原型が作られた。 紀元前三世紀頃には、シャーラダー数字によって、0と1から10までの数字で、すべての数を表せるようになった。インド文化は膨大な桁数の数を用いたが、ベーダやジャイナ教においては、宗教や哲学が目的であり、商業計算の記録は三世紀から四世紀の、バクシャアリーシホ本からとなる。紀元前十二世紀から、紀元前八世紀にかけて栄えた先週では、 住民から給付、給蜜ぎ、給食を徴収し、それぞれ特定の支出に振り分けた。給付は、現在の経常収入、給蜜ぎは非経常収入に当たる。財政の最高責任者は、転換打材で、その下に司会と呼ばれる、会計の官僚がいた。基調をする最初期の会計として、国家財政を扱った給付水等がある。紙が普及する前は、 重骨や亀甲、畜管や木管に記録しており、一般の商人が紙を使うようになったのは当からと言われる。帳簿は流水帳と呼ばれる方式で記録された。発生順に書いてゆく、微貌的な記録であり、帳簿の保存や決算はなかった。この形式が、新まで一般的に続くことになる。流水帳は単一の記録として始まり、後に、 日記帳にあたる草流、財の種類や収支を区別する、祭流、相関上元帳にあたる、総青の三つに細分化していった。旗が成立すると、中央集権を整えたことで、草流、祭流、総青を使い分けた。全館の財政は、提出と政府で、収入、支出を分けており、提出財政は、商府、国家財政は、地俗内市が担当した。 この財政の分別と課税種類の増加によって草流と祭流が発展した。奇数法では紀元前15世紀から紀元前12世紀の甲骨文字で重心法が使われていた。真から男にかけて行政の必要から奇数法が発達し、賛義を用いたい取り計算が行われた。 紀元前2世紀から紀元後1世紀の数学書とされる旧小産術には穀物の比率、財産や金銭の分配、税金などの計算法がある。財政術を伝える書物が書かれるようになり、党の官僚である李吉介は国家会計に関する書として現馬国警部を発表した。同時期に大和国警という書も発表されている。 7世紀以降の律令制時代には、素養帳という税が定められ、財政責任者の代上官は四度公文と呼ばれる文書で各地から報告をさせた。四度公文とは、大戸割り、小税帳、徴用帳、徴収帳を指す。素については、小税帳という決算報告書、徴用については、徴用帳という納税報告書にあたる文書が作られた。 これらの文書は、小僧院文書として管理された。貴族や仏教寺院が管理する荘園でも、決算報告が制度化されていた。初期の荘園の会計記録として、755年から757年の、桑原証券と呼ばれる文書がある。これは、収支報告書にあたるもので、東大寺が、境軍の桑原省を敬遠した記録である。荘園の総面積、 小園からの収入、支出、残高、小園の動産や不動産が書かれている。アスカ時代までの財政に関する記録には、木管が使われていた。奈良時代には、和紙の生産が増え、戸籍、財政報告、証文の記録に使われていた。マヤ文明では、多数の都市国家が栄え、最盛期は8世紀頃と言われている。それぞれの国家は、新館、 軍指揮官を兼ねる王に収められ、行政は王族や貴族が執り行った。初期となったのは、マヤ文字を秘儀として教わった一部の貴族で、多くの国民には文字は伝えられなかった。貴族は複数の役割を持ち、初期は石碑の彫刻家、天文学者、役人でもあった。行政機能は宮廷の外にも分化し、地位の高い貴族の住居でも行われた。 未経年文明の千文字 B の年度版ポリスが成立する前、紀元前16世紀から紀元前12世紀にかけての未経年文明では、経済活動を記録するために千文字 B が使われた。年度版には様々な物資の種類や数量が書かれており、衣食住や奴隷、武器、神々への奉納などが宮殿で管理されていた。ポリス成立後の宛てでは、国庫を デロス島の神殿に保管し、官僚が会計報告を作成し、身分の低い市民や奴隷が、帳簿係に雇われた。神官にも会計報告の義務があり、贈答品も含めて報告した。アテナイの市民は、国家の債務を返済しなければ、国外への移動、神殿への権納、遺言状の作成ができなかった。古代ローマの老板と尖り室共和制時代と初期の、 帝政では、クワエストルと呼ばれる財務官が存在した。ローマの国有財産は、サートゥルヌス神殿に保管され、アイラリウムすなわち国庫とも呼ばれた。国庫の初期官が水筒を記録し、国家の財務、軍、州の収支は別の大帳に記録された。政府の会計は、タブラリウムと呼ばれる公文書館で行われた。 初代ローマ皇帝のアウグストゥスは会計記録を整備し、現在では皇帝の帳簿と呼ばれている。個人用の帳簿には、帝国の財政、軍の収支、建設工事の資金繰り、手元現金などが記録されていた。この帳簿は計画の他に、自らの業績を伝える、新君、アウグストゥスの業績録などの宣伝にも活用された。貴族は、自らが、 商業活動をすると選挙権などが剥奪される仕組みになっていた。それを逃れるために支配地域の商人や知識人を奴隷として商業に従事させた。奴隷は貴族の資産を管理し、貴族は奴隷に記録を残すように命じた。ローマの徴税人だったマタイはイエスの証明に応えてキリスト教に改修して十二使徒となった。マタイは後に会計士、 銀行家、税理の守護聖人となった。アッパース朝は、文書行政や財政管理のために、アラビア語の初期術を確立し、財務初期や財務官に、算術や帳簿術、会計術を伝える内容を揃えた。初期術は、イスラームの伝播に伴って各地に伝わり、ペルシアではペルシア語による、文書、財務の指南書として発達した。これが、 イラン式母記述として確立され、オスマン帝国に普及していった。イスラームの文書、財務の指南書はペルシアを通じて、中央アジアや南アジアにも伝わり、イラン式母記述がイスラーム政権で用いられた。イスラームには枠府と呼ばれる寄進制度があり、寄進された枠布材は公共目的に充てられてカーディーラが監督した。所有権を放棄された。 枠付財は、寄進ごとに一つの組織として扱われ、私有財産や国家、特定の宗教の財産とは、別個だった。会計では、収入が枠付財源、前期、繰越金、支出が手当、諸経費、修理費などになる。枠付の種類には、住宅、公共施設、農地、商業不動産のほかに、利子で運用する現金もあり、インフラの維持に役立ちつ,つつ、 善行のための資金調達という役割を果たした。枠府は12世紀から増加し、特に14世紀のペストによる人口減少の影響で急増した。古代にインドから伝わった奇数法は10世紀には一般にも普及していた。さらにインドアラビア数字としてイスラーム世界を通してヨーロッパに伝わるようになる。 イベリア半島のアンダルスのウマイア朝やアフリカのムワヒド朝が入り口となった。中国では単一の記録として始まった流水町から三脚朝法が考案された。これは現金収支のある取引は現金の相手方感情だけ一つ記録し現金収支のない取引は内容を示す双方の感情に二つ記録するので一つと二つの要素を合わせて三脚と呼ぶ。 三脚長方の営業損益は半年、または一年ごとに決算を行うことが多く、毎月決算をする者もいた。そうにおいて、流水帳が進展し、財物の類別総括計算と、明細分類計算を行うようになった。ジュ,ジュの時に草流に記録し、これを、館長の各部門で区分、整理して、総括分類帳に入り、で、残余を記録し、上位部門は、 報告を元に再整理して、総アオ帳に記録した。モンゴル帝国が中国を統一して、元となると、モンゴル時代から協力してきたムスリムやウイグル商人が、宮廷に参入した。ムスリムが財務官僚として活動し、オルトクと呼ばれる特権商人は、王族から資金を預かって貿易などに投資した。漢人やキリスト教徒もオルトクに加わった。 日本における最古の商業帳簿は、現在の質屋にあたる土葬の再建簿とされる。土葬の帳簿は、日記、または、日記帳という名称で記録されていた。平安期以降の省営には、年貢産業場と呼ばれる決算報告書があり、産業場を作成するために、日記の覚書が使われた。戦国時代の末には、日記が、貸付簿としても使われており、 伊勢神宮の御師である宮内路三島大部の国々御同社日記によれば、日記は初保虜の受け取り、貸し付け、為替の受け払いなどを記録する金銭水筒簿でもあった。御師は参詣者への宿泊の手配や貸し付けも行っており、この日記を日本最古の商業帳簿とする説もある。主樹の取引を記録していた日記は、やがて金銭に大復調。 仕入れ帳、売り帳、会帳など、目的別に作成されるようになった。キープを使うインカの役人。左下にあるのは、計算具の湯インカ帝国の行政は、入れ子状の階層構造になっており、王の側近には、秘書、筆頭会計、水筒係がいて、財産管理にあたり、各地方にも、会計係と水筒係が置かれた。 インカ帝国ではキープと呼ばれる縄の道具を記録や行政管理に用いていた。キープは色や太さが異なる紐を結んで作られ、色や結び目によって数を表現した。キープは重心法で位取りも行われており、帳簿に数字を記録することと同様の機能を持った。農産物、家畜、人口、納税記録などの情報はキープによって記録され、 キープカマヨックと呼ばれる官僚が管理した。計算には、ユパナと呼ばれる道具が使われ、ユパナで集計した結果をキープに保存した。インカの支配に抵抗し、スペインのインカ征服に協力した人々もいた。ペルー中央高原のワン家族は、スペイン国王に忠誠を誓い、フランシスコ・ピザロをはじめとするスペイン軍に、人的、物的支援を行った。 スペイン側はこれを無償奉仕と解釈したが、ワン家族は支援内容をキープに記録しており、1560年代にはスペインに対して協力の代価を請求した。ドゥームズレーブックローマ帝国の滅亡後、カトリック教会や修道会はローマ帝国から会憲制度を引き継いだ。封建国家が形成されると世代が続くにつれて所有関係が複雑化し、 会計事務も増加した。ローマ皇帝のような会計記録の公開は、富裕な修道士会や一部の王族を除いて行われなかった。ノルマンコンクエストによって成立したノルマン朝は、新しい制度を定め、世界初の土地等規模と言われる、ドゥームズデーブックを作成した。大倉省は、終士簿を作成して、財政記録を整備し、洋費紙を、 パイプ状に巻いてあるためにパイプロールと呼ばれた。中世イギリスの会計書は公的、私的、協会、事前組織の4種類に分かれていた。国王は領主に土地や労働者の管理権限を与えて委託した。領主の荘園は荘園執事が領主の代理人として管理した。代理人は領主に荘園の状態を報告するための会計を記録した。 これは代理人会計と呼ばれる。荘園の会計は、地代表と現金帳に大きく分かれ、地代表に収入を記録し、現金帳に取引を記録した。キリスト教においては、利子が禁止されており、商人は、利子とみなされないように取引や投資を行って、利益を得たが、会計慣行の多くは、教会法に違反していた。そのため、 中世キリスト教徒の商人の帳簿には、神に記録を開示する国会という側面もあった。ローマ数字は、簿記の計算に必要なゼロやクライ取りを表記する際に、不便だった。ピサ共和国の数学者で商人でもあった、レオナルド・フィボナッチが、ソロ版の書を発表すると、ゼロの概念、クライ取り、重心法などを持つインドアラビア数字がヨーロッパに、普及していった。 13世紀から14世紀にかけてのイタリア諸都市の帳簿にはローマ数字とアラビア数字が混在しており一般に普及したのは15世紀後半から16世紀となる同時代には計算用具のアバカスも普及しアラビア数字とアバカスによって計算や基調がより簡便になっていったヘンリー・ウッズ、ポーシャ、ベニスの商人の登場人物複式簿記の起源について 有力なものが13世紀末期から14世紀初頭のイタリア説である。イタリアの都市国家において以下のような段階を経て複式簿記が生成されたと言われる。12世紀の共同組合と会計実務、12世紀からフィレンツェ、ベネツィア、ジェノバなどの都市国家が地中海の貿易で栄えた。当時の海上貿易はナンパや 海賊のリスクが高く、商人はリスクを分散するために、航海や商品ごとに、共同組合を作った。共同出資の契約のために、交渉人が働き、識字率が高くなかったため交渉人が、会計実務も行った。やがて商人の識字率が上がり、自分で帳簿をつける商人も増えた。イタリア諸都市は、十字軍への貸し付けをきっかけに、 北方のヨーロッパ各地に進出した。十字軍のテンプル騎士団は遠征費のためにイタリア商人と取引をしており、テンプル騎士団の帳簿は現金管理に加えて振り替えも行っていたとされる。13世紀のコンパーニアとビランチオの生成、海上貿易の増加でヨーロッパ各地の陸上貿易も活発になると共同組合は次第に長期化し、フィレンツェを中心に コンパーニアと呼ばれる貿易省、両外省、銀行の組織が結成された。コンパーニアのメンバーで利益の計算と分配をするために損益計算が求められ、ビランチオと呼ばれる財務表が作られた。現存する最古の勘定記録は1211年のもので、フィレンツェの銀行家がボローニャのサンブロコリ定期史で書いた元長勘定になる。 14世紀前半のコンパーニアの多拠点化と多帳簿基調実務、コンパーニアが拡大を続け、ヨーロッパ各地の駐在人も増加する。三大商会であるバルディ、ペルッツィ、アッチャイオーリは各地の店舗と代理店契約を結んだ。大規模な商会や銀行は遠隔地に支店を持ち、 支店の責任者は本店に経営と財務を報告する、説明責任を果たした。組織の大規模化によって、業務ごとに帳簿が作られるようになり、基礎帳簿、補助帳簿、最終帳簿という細分化も進んだ。最終帳簿の中には、各帳簿を集計した秘密帳簿があった。企業全体の損益勘定を総括した、最初期のものとして、フィレンツェのコルビッチ紹介の帳簿がある。 14世紀末の独立拠点と複式簿記の要件を満たす実務大規模化した商業組織は全ての会計実務を各地の視点に任せるようになり報告のための会計実務が広まった視点が1年ごとに帳簿を区切って決算報告書を作成する体系が整うと収益勘定と 費用勘定で計算する利益と、ビランチオで計算する利益を一致できるようになり、複式簿記の原理も整った。やがて、フィレンツェとベネツィアの簿記方式が統合され、損益計算で、総括損益を定期的に計算するようになり、毎年の期間損益計算が確立されていった。特に膨大な数の複雑な取引が行われる銀行業務では、 複式簿記は必須となった。15世紀の持ち株会社形態の組織と複式簿記の運用、メリチ銀行は支店と本店を別々のコンパーニアとして各支店の出資比率は本店が過半数をもって支配した。各支店では帳簿一年ごとに締め切って決算報告書を作成し、本店では支店ごとの利益を計算して出資者間で 分配した。これは、現在の連結決算にも類似した方法であり、複式簿記がこの時点で確立されていた。フィレンツェでは、1427年に、国の税務監査のために、簿記の維持が義務となり、商人は、監査に見せる、公式の帳簿と、日記を兼ねた、自分用の秘密帳簿を使い分けた。複式簿記は、法廷でも重要となった。 金銭にまつわる紛争では、複式簿記の元帳も法的文書として認められ、帳簿に不備のないことが、勝敗に影響した。複式簿記を最初に体系化、理論化したのは、数学者、ルカパチョリの数学書、スムまであるとされる。1494年に、ベネツィアで出版され、複式簿記については、第1部、第9編。 論説11で26ページにわたって書かれている。スムマの損益計算は、継続的な帳簿記録をもとに、期間で区切る総括損益計算であり、ベネツヤア式簿記とフィレンツェ式簿記の混合だった。なお、スムマよりも先に脱稿していた、簿記論としてベネデット・コトルリの商業と完全な商人があるが、コトルリの著書が出版されたのは、 スムマよりも後の1573年だった。コトルリは、初めて複式簿記という言葉を使ったことでも知られる。中世では貴金属含有率に、差のある貨幣が、複数流通していたため、特に遠距離公益の会計実務で問題となった。そこで13世紀頃からイタリアでは、取引額を帳簿に記録するときには計算用の、貨幣単位に換算するようになった。 感情記録の本文には受領した貨幣の額を書き、金額欄には計算用の貨幣単位を書いた。抽象的な計算貨幣によって、為替手形の建て根も定められるようになる。こうして、複式簿記、商業組織、為替手形、計算貨幣による信用決済が確立されていった。マリヌス・ファン・レーメルス・ワーレ、修税人たち。 修繕人の欲望や、帳簿の不正の暗入であり、会計を風刺した最初の絵画とも言われる。パチョーリ、スヌマの母記法は、イタリア式母記法とも呼ばれ、ヨーロッパ各地に伝わった。16世紀のフランス、スペイン、オランダには、ヤンインピンによる、スヌマの翻訳から伝わり、ドイツは、マンゾーニの著作から伝わった。17世紀にはオランダが先進国だったため、 オランダから各地に伝わった。各地における最初の複式簿記書の出版年を見ると、イタリア1494年、ドイツ1518年、フランスオランダ1543年、イギリス1547年、スペインポルトガル1590年、スウェーデン1646年、デンマーク1673年、ノルウェー1692年となる。 ヨーロッパでは、帳簿が真実であることを神に誓う証として、元帳に十字架が書かれていた。この習慣は16世紀後半から17世紀まで続いた。フランドルには、定住商人が多く、基幹損益計算の普及が進んだ。フランドルの都市ブリュージュは14世紀から15世紀にかけて繁栄し、当時の記録として、両外省、ウィレムルウェールの元帳や、 コラールド・マルクの会計帳簿がある。ブリュージュには女性の両外賞の活動もあり、ルエールの死後に妻が自分の資産で両外賞をした記録がある。16世紀にはブリュージュからアントウェルペンへと経済の中心が移り、織物賞やンピンは初のオランダ語の簿記書として新しい手引きを出版した。新しい手引きは年次決算を解いた。 最初の墓記書とされる。17世紀にはオランダが繁栄し、それまでの組合的な組織とは異なる企業として、オランダ東インド会社が1602年に設立された。VOC の会計は1会社2会計システムで、本国においては、旧来の墓記を使い、支店では、複式墓記を採用して、年次報告を行った。会社全体を見る墓記は存在せず、 決算は10年単位で非公開制だった。VOC は、オランダとアジアの二元体制だったため、アジア取引を統括したバタビアが、実質上の本社的業務を行い、アムステルダムは、アジアで仕入れた商品の販売が主体だった。VOC は、会計部門を改革しつつ、その後も200年近く続いていく。数学者のシモン・ステビンは、数学覚書を出版し、 複式簿記について150ページほど書いている。数学覚書では年次決算や生産表を解いているほか、資本金勘定は、機種資本と利益に分けて表示されており、貸借対象表に類似している。ステビンの簿記論はそれまでと異なり、国家の財政に複式簿記を使うことを目的としていた。数学覚書には、黄坑簿記という論考があり、 領土簿記と特別財政簿記について書かれている。領土簿記は商業帳簿と同じく仕分け帳と元帳からなり、仕分け帳は債権、債務、対象年に発生した取引の3つに分かれている。ステビンは王公簿記をオランダ総督のマウリッツに検定しており、複式簿記導入の動機として、マウリッツの財産管理人や会計官が何年も決算を行わなかった。 運用可能な資金管理ができていなかった、会計官が資金を私物化していた、財政再建の必要があった、などがあった。ヤーコプ・フッガーとフッガー家の会計主任であるシュバルツ。共に、ベネツィアで簿記を学んだ。15世紀に、南ドイツの都市がベネツィアと貿易を行い、ニュルンベルクの商人がベネツィアから、複式簿記を持ち込んだ。ヤーコプ・フッガーや、 フッガーの会見主任になるマッティウス・シュバルツは、ベネツィアで、複式簿記を学び、この技術が、フッガー家の繁栄の一員となる。ドイツ人による、簿記書は、1518年のハインリッヒ・シュライバーや1531年の、ヨハン・ゴットリーが最初期となる。これらは、商品元帳を有する人命感情元帳について、書かれており、スムマの影響を受けていない点に特徴がある。 これらの簿記書の後に複式簿記の移入が進んだ。ドイツの簿記書はデンマークやスウェーデンでも出版された。スカンジナビアではハンザの商人を中心とするドイツとの貿易を通して複式簿記が移入された。ドイツ語の簿記書が読まれ、後に簡略版や独自の簿記書が出版された。スペインでは通商員がアメリカ大陸の植民地との貿易を管理した。 通商院は、複式簿記を理解するセビリアの商人が運営しており、物流、水筒、会計の3部門で、それぞれ責任者が監督に当たった。借り方、貸し方帳で記帳を行い、記帳する際には3人の主任の署名を必要として、不正を防止した。カール5世は1552年に、すべての帳簿を複式簿記にするよう直令を出し、 帝国全体の会計を管理する主計官を定めた。しかし、財政の改革にはならず、負債は増え続けた。フェリペ2世の財務長官、フアンデオバンドや、通商員経験のある商人、ペドロ・ルイス・デトレグロサラが改革に着手したが、失敗に終わった。スペイン最初の複式簿記書は、1590年のバルトロメオ・ソロルザーノの著書になる。 ポルトガルでの最初の墓記書はソロルザーノの著書をもとに出版された。インピンによるスムマのフランス語訳によって1543年にフランスに複式墓記が伝わった。フランス人初の複式墓記書は1567年にピエール・サボンヌ・がアントウェル・ペンで出版した。ルイ14世の財務総監だったジャンバティスト・コルベールは 重症主義政策の一環として、商事王令を制定した。この直令は、起草の中心人物、ジャック・サバリの名を取って、サバリ法典とも呼ばれる。商事王令は、世界初の成文法の商法であり、近代的な商法の原型となり、その後の商法で、商業帳簿が制度化された。サバリは、商事王令の解説書として、完全な商人を書き、 経営の規模で母記を4つに分類して解説した。完全な商人は、読、乱、異、英語に翻訳された。商事王令の内容は、後のナポレオン商法に引き継がれた。フランスは、ルイ15世の時代に政府が破産状態になり、ジョセフ・パリ・デュベルネをはじめとする金融家のパリ兄弟が、財政改革に取り組んだ。パリ兄弟は、商人や、実業家の会計が、 国家にも活用されることを望み、超税人への複式簿記の義務化などを提案したが、理解を得られず失敗した。バンサンド、グルネイやジャック・チュルゴーラの重農主義者は会計専門家でもあったが、その著作は公会計には寄与しなかった。ピョートル一世の時代に、フランスの制度をもとにして、会計制度の整備が始まり、国家の歳入。 採出を監視する役所が1699年に設置されて役人としての会計士制度が成立した。1716年に会計法規が交付され、1722年にロシア発の募金係が誕生し、1740年には対借対象票が商人に義務付けられて商業帳簿も普及していった。ウィリアム・ホガース、東西風結婚。 羊が領収書と帳簿を持っているが、会計は夫婦に無視されている。イギリスに複式簿記が導入されたのは、ロンバードストリートで商業や金融業を営んでいたイタリア商人からか、海外に住んでいたイギリス商人からと推測されている。イギリスで最初の簿記書は、ヒュー・オールドカッスルの有益なる論文であると言われているが、現存していない。 続いて出版されたのは、ヤン・イン・ピン、新しい手引きの英語版だった。ジェームズ・ピールや、ジョン・ウェディングトンは、イタリア簿記の系統で、初心者向けの本を出し、引き継がれていった。イギリス商人が、複式簿記を使っていた最古の例は、トマス・グレーシャムの仕分け帳となる。17世紀に入ると、オランダに対抗するために、イギリス東インド会社を1600年に設立する。 設立当初は、公開ごとに組合を組織していたが、1662年には、イギリス初の株式会社となり、会計には会計担当、監査担当、理事会監査が定められ、世界初の株主総会をする会社となった。1664年に、複式簿記が導入されて、定期的な財務報告もあり、現在の株式会社に通じる制度が作られていった。 英語の予算という語は、コフランス語のブルジェットを由来とする。この語は小さなカバン、または書類を入れる小袋を指していた。イギリスでは、大倉大臣が、カバンから書類を出して議会に予算を説明し、書類が入っているカバンが、予算の書類そのものを指すようになり、18世紀に定着した。18世紀のイギリスでは、教育のための実用書が、数多く出版され、 商人の指定を対象とした簿記の教科書もアカデミーやグラマースクールで読まれた。しかし伝統的な複式簿記は小売店の商人にとって複雑すぎるという不満があった。この不満に応えるためにロビンソン・クルーソーの作者でもあるダニエル・デフォーは経営入門書完全なるイギリス商人で簡便な簿記を提案した。数学者のチャールズ・ハットンは デフォーの提案を短式基調と呼んで体系化した。これが現在は短式簿記と呼ばれるものの発祥で、イギリスやアメリカの小売省に広まり、明治期には日本にも伝わった。ただし、短式簿記の基調は、大尺二重基調なので短式ではなく、実際には複式簿記の簡便化に属する。このため訳語としては、単純簿記簡易簿記 略式簿記などがより正確である。大航海時代以後、ヨーロッパがアメリカやアフリカなど世界各地で植民地化を進めて、植民地には本国の会計制度が移入された。本国の簿記書が植民地で用いられ、アメリカ植民地ではジョン・メイヤーの組織的簿記が読まれて、図書館にも多数の蔵書があった。アメリカ植民地では、 ベンジャミン・フランクリンらの努力もあって簿記が急速に普及した。アメリカ合衆国の独立後は1789年に連邦政府会計が制定され支払い命令書と短式簿記による公会計が始まった。現金主義だったために不完全な会計実務が問題とされ複式簿記の導入となる。さらに1903年以降に 都市会計統一化会議が開催されて、会計基準が統一されていった。1816年のイングランド銀行と王立証券取引所。イングランド銀行は、早くから貸借対象表を使っていた。産業革命によって、企業数が増えるにつれ、破産も増加した。株式会社は大規模化し、破産や監査を業務とする会計士が増加し、 会計士の専門家と社会的認知が進んだ。会計士の考察によって会計学の理論も進展した。初期の複式簿記は少人数の組合員や組織によるものだったが、大規模な株式会社が成立すると株主も大人数となり、株主に成果を開示するためにストックとフローを要約した表を作成するようになった。これが貸借対象表と、 損益計算書である。最初期の貸借対象表には、イギリス東インド会社とイングランド銀行のものがある。費用、収益の計上基準としては、現金主義と発生主義があり、現金主義反発生主義発生主義と発展してきたとされる。現金主義は、現金の収支によって、費用や収益を計上する。発生主義は、 経済価値が飛翔した事実が発生した時に費用や収益を計上する。現金主義と発生主義は歴史的には経済状況や生産構造の違いによって選択されており、中世イタリアの初期の複式簿記でも発生主義で作成されているものがあるという説もある。産業革命期のイギリスでは一般企業は発生主義、鉄道や運河などは 現金主義であった。鉄道業においても、1838年には、ザロンドンバーミンダム鉄道が、原価償却を導入し、1840年代、1850年代には、鉄道業でも、発生主義への転換が進んだ。アメリカ連邦所得課税制度は、損益計算の理論に極めて重要な影響を有したが、 課税所得計算においても1913年以降に現金主義から発生主義への転換が行われ、1920年代以降には判例においても発生主義の確立が進んだ。減価償却は鉄道事業によって広まった。購入した蒸気機関車は使用や時間によって価値が減少するため、 消耗価格と現在価値の差を評価する方法として活用された。それまでにも船舶、農場、工場の評価外は行われていたが、イギリスの技術者、ユーイング・マティスンが著書、工場の減価償却と評価で定期的な減価償却を提案して体系化した。リバプール・マンチェスター鉄道のプラネット号のレプリカ。鉄道業は減価償却や 損益計算書で先駆となった。はじめに、損益計算への必要性が高まった業種は、鉄道業だった。鉄道会社の特徴として、それまでの企業に比べて、従業員、物資、資金が多かった点、広い地域に分散した、常勤の経営管理者が必要だった点、遠距離の大量輸送を毎日行っていた点がある。 これらの要求に応えるために経営管理組織と専門的訓練を受けた経営者が必要となった。鉄道会社によって収益勘定表が作成されるようになり、これが損益計算書の原型となった。最初期の連結会計はアメリカの鉄道業で行われ、その後に製造業に広まった。確認できる最古の連結財務書表は1870年代に、 確認されている。当初は報告の形式も様々であり、親会社、子会社の貸借対象表を合算、資本連結なき資産連結、重複分の控除、という段階を経て、現在の形に近づいたと推測される。アメリカの鉄道業で連結会計が先行した理由として、会社法が週単位に分かれているので持ち株会社で解決した点もある。 さらに1893年強行によって、鉄道会社の倒産が、相次ぎ、ジョン・モルガンのモルガン商会をはじめとする、金融資本への連結が行われた。モルガン商会は、鉄道業での成功を機に、他の産業でも連結会計を活用し、巨大な資本を得てゆく。連結会計は20世紀にかけて、国際的に広まっていった。賛成省、 平遥か古城内の日照商,商標号の旧跡標号は銀行にあたる金融機関。明真の時代に商工業が急速に発展し、会計も変化する。現在の銀行にあたる、ゼニ層や、標号と呼ばれる、金融機関は、財物や、金銭の管理をしていたため、帳簿が発達し、外交と、有効の区別や、帳簿組織の細分化が進んだ。 民心交代の時代には、流問帳と呼ばれる方法が思想家の不散によって、考案された。流問帳は、短式基調法や三脚調法と異なり、総合4項目の勘定講座に記録する。これによって、項目別の計算が可能になり、勘定科目別の計算、決算、決算報告書の作成が容易になった。流問帳は、 複式簿記としての特徴を備えたとも言われる。18世紀中頃の建立記から下京記にかけては、四足長方が考案された。上方には治を記入し、下方には負を記入する。上方と下方が均衡すれば記録が正確なことになるので、天地号帳とも呼ばれた。貿易面では、19世紀前半までの関東貿易体制において、長母振り替えで決裁した。 これは、当事者間の相対決済で、金融機関の介在が不要であり、長尻の部分だけを資金移動した。真の時代には、家境と呼ばれる海外の中国系人口が急増し、この方法が使われた。1840年のアヘン戦争以後は、欧米の進出が始まり、鉄道や電信の事業とともに、業務管理のために、欧米式の複式簿記が紹介される。 中国の基調法には、指導や教育に使える書籍がなく、統一性に欠けていた。海外赴任の経験者である蔡釈王は、中国の基調法を欧米の大釈服式簿記に組み入れる方法を考え、連冠チョープを出版する。この本が、中国発の民間向けの簿記書となった。シャリンとモウモリは、 日本で欧米式簿記を学習し、銀行簿記学を発表して中国に広めた。最初に複式簿記を導入した中国系企業は1908年の大新銀行となった。江戸幕府は財政管理を勘定書で行い、統括をする勘定頭は元禄時代以降に勘定奉行と呼ばれるようになった。勘定書では勘定、勘定吟味役、 五金奉行、三倉奉行、切舞、手形改め役などの役人が働いた。日記や日記帳と呼ばれていた商業帳簿は、近世には大副帳、金銀出入帳、売り帳、半取帳、荷物渡し帳など、用途別に分かれた。各商家によって形式が異なり、独自の不帳を使っている場合も多い。大帳家の帳簿には、複式構造を持つものもあった。 大福町は、江戸時代に成立した商業帳簿で、会町、売町、金銀出入町などを統括し、売掛金や残高などを記録する得意線元町としてよく使われた。最古の大福町は、伊勢商人の不山家の足利町で、現那元年の記述がある。計算具であるソロ版は、17世紀の中頃から、末頃に庶民に普及し、 元禄時代には商人の間で必須の道具となった。和式会計の特徴として多帳母青春し簿記という簿記法がある。勘定講座を帳簿に書かずに、そろばんで計算をして集計表を作成できるため、そろばん勘定が様式簿の勘定講座と同様の機能を果たした。和式簿は入金欄と出勤欄を分けず、金額の頭に入りか、でを書いて、 加減を計算して残高を導くようになっている。明治期に洋式の複式武器法が移入された後も、そろばんの計算は残った。江戸時代から、商家の他にも、武家や農家で帳簿をつけていた。武家の帳簿は、日記帳が主であり、農家では、穀類や麺類の数量計算や、種もみ、裸駅の食料についての貸付量計算を、主としていた。 欧米の墓地は明治政府成立の前後に移入が始まった。初めて洋式墓地を紹介したのは福沢諭吉の長愛の方だった。福沢諭吉が1879年に創設した墓地講習所においても墓地教育が開始された。大倉省や横須賀製鉄所で使用される他に商家でも和式から洋式への切り替えが進んだ。明治政府は 洋式簿記を重視し、明治10年代に簿記の教科書が多数出版された。中でも、遠藤宗義編の小学規模法は、家計簿について最初に教えた本であり、略式簿記の作成法が書いてあった。1908年には、雑誌、夫人の友が創刊され、同時期に、萩本子が家計簿を刊行して現在まで続くことになる。 フランスの商事王令をもとに、ヨーロッパで作られた商法は、明治期の日本に移入し、商業帳簿制度が1890年の旧商法、1899年の新商法で定められた。朝鮮半島の最初期の商業簿記は、海上簿記や四、助松マと地簿法と呼ばれる。海上簿記の帳簿は、基礎帳簿と明細帳簿に大きく分かれる。基礎帳簿は、 日々の記入簿と、仕分け日記帳にあたる日記と、相関上元帳にあたる調査図に大きく分かれる。決算は決算書、損益表の作成と元帳決算で行われる。事実務では、日記帳で現金仕分けをして、それを貸借に分割して、長札に転記した。オスマン帝国の財政は、財務長官府を頂点として、財務官僚に運営された。 15世紀時点では20人程度と少数であり、15世紀から17世紀にかけての租税大長の作成や官僚制度の整備に伴って増員された。租税大長は各地の単税力を示す明細長と地域の調税権が誰に分配されたかを示す簡易長に分かれており、大帳作成官、初期、カーディが作成した。 19世紀に入ると、ヨーロッパ型の内務、外務、財務の省庁が組織された。寄進制度である、ク府の利用は14世紀から16世紀にかけても増加し、オスマン時代には都市のインフラ維持に欠かせない制度となった。イスラーム法では、女性の財産権が定められており、妻と夫の財産は区別されているので、財産を持つ女性は、ク府を、 資産運用としても活用した。アフリカではヨーロッパ各国が奴隷貿易を行った。やがて奴隷貿易の禁止が進むとヨーロッパ各国はアフリカ分割によって植民地化して利益を得ようとした。植民地では本国の会計制度をもとに経営が行われ現地の伝統的な制度に変化をもたらした。かつてのアフリカの無文字社会では 金融などで公平な記録の必要がある場合は壁に印をつけるなどの方法が取られた。ヨーロッパと取引をしたダホメ王国も無文字社会だったが、ヨーロッパ側の記録によれば精緻な官僚制度と正確な会計を整えていたとされる。人口統計は箱に小石を入れて記録し、性別や職業別の労働者数はシンボルをつけた袋で把握した。 家畜の統計では、種類別のシンボルをつけた袋に、小石や宝貝を入れた。それらの情報をもとに、徴税や徴兵を割り振り、年1回の控訴大祭を開催した。国家財政は、宮廷と結びつき、行政官、会計監査官、集税理、警察などの役割が定められていた。官僚制は、総文制に基づき、役人は必ず男女で実務を行った。 自動車の大量生産を確立したフォードモデル T の工場。1913年から1914年頃、フレデリック・テイラーは生産管理の方式を考案し、科学的管理法と呼ばれるようになった。テイラーは会計担当者に生産管理を分析させて、コスト評価の正確性を高め、その管理法は製造業で、いち早く導入が進んだ。繊維産業では、 作業者を管理する方法として標準原価計算が採用され、それまでの職人的な生産から大規模化した。鉄鋼産業では鋼鉄の前段階と5段階で原料の節約に原価計算を役立てた。自動車産業ではフォードモーターが大量生産を確立した。鉄道産業の管理会計は20世紀初頭のデュポンの会計に影響を与えた。 デュポンは多くの火薬会社を吸収合併して設立されたため、鉄道会社よりも複雑な組織だった。会計情報をもとに最高経営管理者から仮想管理者までの管理活動を体系的に支援した最初期の企業であり、投資利益率の手法を使って、科学産業など他業種へと業務を広げてゆく。ロアは大手小売店の店舗面積の売上高。 ソ利益率にも活用され、さらに応用が進んで、大手小売店の店舗面積の売上高、ソ利益率にも使われるようになった。企業の大規模化で、会計や管理の作業量が増え、解決のために機械化が進んだ。遠隔地との連絡を取る、電信、電話、計算に用いる加算機、会計機、タイプライター、 パンチカード式の作表機などが19世紀末から20世紀初頭にかけて普及した。科学的管理法は公開系にも改革をもたらした。19世紀末からアメリカでは移民増加と地方財政の歳出急増、都市部の政治腐敗が問題とされ、企業の手法だった科学的管理法が政府組織に導入された。支出統制に基づく予算管理は、 ニューヨーク市をはじめとして、地方自治体で普及し、連邦政府も予算、会計法を制定した。1919年、会計学者のジェームズ・オー・マッキンゼーは、シカゴ大学で会計の講座を発表した。この講座はそれまでの帳簿や、水道管理など会計士のための教育とは異なり、経営に役立つ会計を教える内容だった。 マッキンゼーの講座は人気を集め、コンサルティング会社、マッキンゼイカンパニーの設立へとつながった。マッキンゼーは1922年の著書、管理会計で、予算管理の目的は、部門の活動の調整、あるいは、部門の活動のコントロールにあると書いており、この本の内容をもって、管理会計の成立とされている。マッキンゼーの管理会計は、 連邦政府の新しい予算制度からも影響を受けていた。管理会計成立期の1920年代においては、標準原価計算、予算管理が中心的な手法であったが、1930年代に入って直接原価計算が発明された。直接原価計算は、従来の全部原価計算と異なり、在庫の増大が経営マイナスに作用することを、 反映したたたもものののののでで部分的にああるが利益管理のためのキャッシュフロー情報の提供を行うものであった一方、19世紀からアメリカでは、全国規模の株式会社の設立が進み、トラストと呼ばれる大規模な企業活動が独占を招き、社会で議論となった。トラスト問題の解決として、財務情報の公開が求められ、企業外に向けた情報である。 財務会計が一般会社においても始まった。企業の活動を利害関係者に伝えるための財務書表の形式が整えられ、US Steel の1902年の会計報告書には、対借対象表と損益計算書が揃っており、現在の財務書表に近い。鉄道業や製鉄業など巨額の資本調達を行う産業によって、 会計不正の影響が大きくなった。投資の安全性を第三者が証明するために、会計の専門家の需要が急増し、会計士の組合である会計士協会が設立された。イギリス最初の会計士協会は1853年のエディンバラ会計士協会であり、1854年には国王の直教を受けて、世界初の公認会計士が誕生した。 アメリカでは1880年代に会計士の需要が高まり、イングランドやスコットランドから多数の会計士が渡って会計事務所を設立する。1882年に会計士、協会。1887年にアメリカ会計士協会が設立され、1896年に公会計士業を規制する法律が成立した。19世紀末までに、 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギーなど、ヨーロッパ各国でも公認会計士協会が設立された。専門家と共に会計教育の制度化が進み、直居会計士のローレンス・ディクシーは、バーミンガム大学でイギリス初の会計学教授に就任する。後にロンドンスクール・オブ・エコノミクスの教授となり、実務書も執筆した。欧米では構成。 正義を象徴するギリシア神話のテミスやローマ神話のユースティティアなどの彫像を司法施設に置く習慣があり、会計事務所や会計に関する施設にも置かれるようになった。世界大戦による歳出増加で国家は所得税の歳入への依存を強めた。このため、会計処理手続きが課税所得計算でどのように認められるかが問題となり、税務会計が 利益概念に影響を与えた。一時大戦後には特殊があったが、その反動で1920年代に赤字や現役となる企業が増加した。そのため本業の利益を中心とした損益計算書と配当や謝罪についての上用金計算書を区別するようになり、投機利益が明確になっていった。大強行をきっかけにアメリカで設立された SEC は、 会計原則を制定するために会計手続き委員会に依頼したが時間的な制約もあって CAP は特定問題への対処が中心となり包括的な会計原則は制定されなかった。1929年には大恐慌が起きニューヨーク証券取引所の上場企業の時価総額は89%が失われた。 厳しい環境下にあって、投資家保護のために公開基準と収益性を重視する、会計観に基づいて1934年証券取引処方が制定され、証券取引委員会が設置された。公認会計士の法的監査が確立し、会計原則には、アメリカ会計士協会とアメリカ会計学学会が積極的に関わり、 会計手続き委員会へとつながる。20世紀に成立した社会主義政権では会計制度は資本主義国と異なる運用をされた。第一次大戦期にロシア革命によってソビエト連邦が成立すると会計も社会主義に基づいて進められ会計士は計画経済を進める最高国民経済会議のために働くこととなった。 国営企業の会計責任者は、対借対象表と会計報告書を作成して、会計を組織する責任を負った。中央集権化と集団農場化が進んだ1930年代からは、スターリン主義に批判的な会計士は活動の場を奪われていき、ソ連財務省と中央統計局が会計の指導と監督を行うようになった。米国会計基準は、 国家とは独立した民間団体が会計基準を設定した。会計原則の制定は CAP と SEC の意見の相違もあって難航し、新しい団体として1959年に会計原則委員会に引き継がれる。しかしアップ部の研究を基礎とした演疫的な基準や設定方法には批判が集まり、1973年には 会計市協会とは別個の団体である財務、会計基準審議会へと引き継がれた。次第に会計基準の相互関係が複雑化したため、2009年に会計基準を法転化して簡素化を行った。これによって、フェリ SB が営利、非営利すべての非政府組織の会計基準を管理することになり、基準の一覧性も高まった。会計の国際化の動きとして、 1949年に米州会計会議が中南米の会計基準を制定。1951年に欧州会計士連合が発足。1957年に極東会計士会議が発足した。国際会計士連盟の国際監査基準は1992年に受諾された。ヨーロッパでは1970年代の欧州。 共同体の時代から会計実務の調和が進められ、欧州連合においても継続している。国際連合、国際通貨基金、経済協力開発機構、東南アジア諸国連合などの機関にも会計基準に特化した部門が設立された。1980年代後半以降の会計の国際統合の中心となったのは国際会計基準委員会である。 イアスクは1973年に各国会計士団体の参加によって民間団体として設立された。当初のイアスクの国際的な影響力は大きくなかったが、1987年に証券監督者国際機構の指示を受けた。イアスクの発表する国際会計基準は1989年の公開総案第32号。 財務諸表の比較可能性の発表によって多くの代替的な会計処理の廃止による比較可能性向上が図られる。イアスクは1998年に包括的な会計基準体系を完成させ、2000年にはイオスコがイアズを全世界的な使用をするものとして承認している。イアスクは2001年に 現在の国際会計基準審議会に改祖され、イヤジブの発表する国際財務報告基準は2005年までに EU の上場企業での強制適用が取り決められた。アメリカのフェリエスビーもイヤジブとの会計基準の共同開発に取り組むことに合意し、国際会計基準との再解消を図っている。日本では金融ビッグバンに伴い1990年代、 後半から会計ビッグバンが進められ、2000年3月期から会計実務が変更されていった。それまでの日本の会計は、損益計算を最優先する収益費用中心間の立場をとっており、取得減価主義だった。収益費用間は伝統的な会計の考え方だったが、フェリエスビーやヤジブは資産不債間による会計基準を設定するようになっていった。 会計ビッグバン以降は日本でも資産負債中心感に基づく会計基準が導入されるとともに自家主義的な会計処理が新たに取り入れられるようになった。他方で2018年時点でも日本では収益費用感に重きを置く考えも根強く収益費用感も会計基準の国際化に一定の影響を与えている巨額な設備投資においては 発生主義に基づく損益計算では投資可能資金や支払い資金を計算するには不十分だった。この解決のためにキャッシュフロー計算書が考案された。キャッシュフローという言葉は1960年代の文献から現れ、当時は運転資本を指す場合が多かった。LC ヒースは 現在のキャッシュフローに通じる現金収支計算書、財政活動計算書、投資活動計算書を説いた。欧米では1980年代から1990年代、日本では2000年にキャッシュフロー計算書が制度化された。会計原則の大きな変化として、公正価値会計がある。アメリカの会計は大強行の影響で資産の 再評価が認められず、取得減価基準が採用された。1950年代から1960年代には、朝鮮戦争の影響で、インフレーションが問題となり、取得減価主義の限界が議論されるようになる。そして1970年代の石油ショックによる、インフレへの対応が課題となって、物価変動会計が導入され、補足情報としての開示が始まった。 1980年代以降は、金融商品についての公正価値情報の開示が進み、1990年代のデリバティブの増加も影響して導入が進んだ。1930年代に提唱された、前述の直接原価計算は、財務会計の目的に資するかどうか激しい論争が行われたが、管理会計において有用であることは、定説となった。 そして、1962年には、標準原価計算と直接原価計算を結合した、標準直接原価計算が登場するなどの新たな展開を見せた。他方、同じく1960年代には、管理会計の分野において、キャッシュフロー情報の活用が進展した。これは設備投資の活発化に伴い、プロジェクト別の採算計算が重要となったためである。 プロジェクト別再産計算では、発生主義会計に伴い算定される、原価償却費は、投資意思決定とは関係のない埋没原価となってしまう。そのため、設備投資意思決定においては、回収機関法や DCF 法などによる、キャッシュフロー情報の活用が行われたのである。一方、1980年代のアメリカでは、 赤字製品の切り捨てなどのリストラ目的で活動基準原価計算の導入が図られた。この背景には大量生産から多品種少量、生産への転換という工場の実態に対応する必要があった。伝統的な原価計算が大量生産に適した製造間接費の配布基準を用いていたため、多品種少量生産では適切に製造間接費を製品別に 配布できなかったのである。ロバート S ・キャプランらはこの問題を解決するため、活動基準原価計算を提唱し、これは製品戦略に資するものであるとされた。活動基準原価計算は、全部原価計算の流れを組むものであり、著名な原価計算学者のチャールズ・ティー・ホーン・グレンは、活動基準原価計算に反対し、キャプランと激しい論争を繰り広げたが、結局、 ホーン・グレンも、時節を、改めて活動基準原価計算を指示した。1990年代になると、M&A の活発化に伴い、企業価値評価で活用される、キャッシュフロー情報が、管理会計においても、ますます重要となった。また、活動基準原価計算は、プロセス改善による、原価低減を目的とした、活動基準原価管理に発展している。 また、キャプランらによって1992年には新たな管理会計ツールとしてバランスとスコアカードが提唱され、これは戦略マネジメントシステムとして広がっていくことになった。ソビエト連邦1920年代から1930年代に作られたソ連型の会計制度は中央集権的であり、会計人は中央省庁の計画をもとに実務を行う。 募記係と上級機関に責任を持つ会計担当者に分かれた。経営の改善や専門家としてのイニシアティブを発揮する余地はなくなり、会計は公直化した。1960年代からは経済改革による文献化が行われ、計画経済や企業管理において、利潤原価、価格、利子なども評価されるようになり、会計士は、 科学技術協会に所属して専門家として活動した。党では資本主義諸国の会計の取り入れも検討された。1980年代後半のペレストロイカから民営化や市場経済化が始まり、西側諸国との合弁企業で市場経済の会計が部分的に導入され、企業の営業秘密が認められた。1991年のソ連の崩壊によって、 市場経済化がさらに進み、ロシアでは公認会計士にあたる監査士が国家資格化された。社会主義政権時代のロシアでは会計士の人気がなかったが、市場経済化が進むと会計士は人気の職業となった。中国1949年に中華人民共和国が成立し、1950年にソ連を元にした。 計画経済の会計制度が訓練された。1958年に大躍進政策が進められると、自力構成、生産第一というスローガンの下で企業の会計規定がなくなり、会計担当者は過放されて農業や工業労働に従事した。1962年には会計業務の混乱を収集するための指示が出され、 会計担当者の復帰を認めるとともに、一般人にも容易な基調法の研究が進められた。1964年に商業部部が増減基調法の施行をはじめ、商業やサービス業で導入が進んだ。1978年の改革開放以降は、次のような会計の改革が進められた。会計基準の統一化が進められた。計画経済の下では、 業界や部門が分離しており、各企業の会計情報は統一されていなかった。外資を導入するため、国際基準を取り入れて、国外の投資家に分かりやすい財務書表が作成された。国家のマクロ経済を理解するために統一性と比較性のある会計情報を整備した。1985年には会計法が交付され、会計基準が定められた。 国際観光に沿った会計基準や原価計算を取り入れ、それまでの増減基調法から対借基調法に移行した。その他の社会主義諸国、第二次大戦後の東欧諸国は、ソ連が主導する経済相互援助会議に加盟して、ソ連型の会計制度を採用した。ユーゴスラビアは、市場経済と労働者の自主管理に基づいて、会計制度を改革し、 統一会計制度の採用を義務化せず、付加価値を導入し、社会会計局による監査を行った。他の東欧諸国は1960年代から、改革を始め、アメリカ式の直接原価制、公認会計士による監査、基本会計と工場内会計の分離、会計と統計の統一システムなどが行われた。ベトナムは、1960年代は、 中国のモデルをもとに会計制度を定め、1970年代からは、ソ連や他の社会主義国の会計制度を参考とした。1986年からは、ドイモイ政策の改革によって、貸借対象表や、損益計算書など市場経済の諸制度を導入していった。ロシアを含めた、旧ソ連の NIS 諸国では、国際会計基準への移行を進めているが、 会計実務の違い、税制の違い、社会主義時代に存在しなかった概念の翻訳などが課題となっている。イスラーム経済の特徴には、利子の授受を行わない点があり、イスラーム法に準拠した取引が求められる。そのために、商品売買やリースで財を介在させて、売却益や賃貸料収入を得る、出資として投資からの利益を得る、などの方法が、 歴史的に使われてきた。イスラーム金融とイスラーム金融機関のための国際的な会計基準は1990年からイスラム金融機関会計、監査機構が定めている。エイフィーは主に湾岸諸国で採用され、マレーシア、インドネシア、パキスタンなどの国はエイフィーと合わせて独自のイスラーム会計基準を整備した。会計教育では、 影響力が大きいアメリカの会計と国民文化でもあるイスラーム会計が並立する国もある。2009年には16カ国によってアジアオセアニア会計基準設定主体グループが設立されてイスラーム金融の財務報告もテーマとなった。2010年にマレーシアを中心に作業グループが組織されイスラーム金融に イフアーズを適用する際の課題をイヤジブに提案した。2011年にイスラーム金融諮問グループが設立され、2013年に第1回会議が開催されて、イスラーム会計をイフアーズに適用する際の課題が議論されている。ビッグ8と呼ばれる大手会計事務所8社は、監査業務に加えてコンサルティング業務を増加させた。 監査対象の企業からもコンサルティング業務を受注したため、監査人の独立性が問題とされるようになった。1980年代以降のアメリカの会計不正の主な原因としては、経営者の報酬が株価に依存し、不正な操作で株価を上げる動機があった。不正を誘発するように株式市場が好調であった。不正を防ぐべき会計事務所が 監査業務とコンサルティング業務の利益相反を起こしていた、などがある。こうした状況下で、エンロン、ワールドコムなどの大手企業が会計不正によって破綻した。規制強化にもかかわらず、その後も不正は続いた。アメリカでは、エンロンと類似の事件を防ぐために、住宅ローンの国策会社であるフレディマックとファニーメイがバランスシートを縮小した。その影響で、 住宅ローンに民間業者が参入し民間業者が導入したサブプライムローンは住宅価格の上昇に後押しされて2003年以降に急拡大をしたすでに2005年にはサブプライムローンのバブルが指摘されていたものの格付け機関はリスクを知りつつサブプライムの証券に高い格付けを与え続けたリスクを警戒し2006年から 住宅ローン売買を減らした投資銀行もあったが問題の解決にはならず2008年にはリーマンブラザーズの倒産をきっかけにサブプライム住宅ローン危機が起きたサブプライム危機の一因には自家評価もあった取得減価主義であれば期間投資家は株式などの金融資産で含み益を持つことができる他方で自家評価主義では金融資産の減価は 自己資本減少と、機関投資家が発行する株式の減価に直結し、その株式を保有する企業が発行する株式も減価となる。こうして、負の連鎖が拡大した。サブプライム危機は、世界金融危機に波及し、2008年のワシントンサミットで、G20 が、金融安定化のための国際会計基準について、声明を行い、対応を求められたヤジブは、 会計基準を変更した。この変更で適正手続きを取らなかったために、イヤジブは批判を受け、イヤジブが推進してきた公正価値会計も批判された。イヤジブは公正価値会計の全面適用から方針を変更し、調整機関としての活動を増やすこととなった。イフアーズは2013年に会計基準アドバイザリー、フォーラムを設立し、 幅広い地域の団体がメンバーとして関与している。20世紀後半から会計実務において会計ソフトウェアが普及していった。1970年代には会計事務所の専用機型会計ソフトが実用化され、経理業務の正確性や効率性が向上した。1980年代にはパーソナルコンピュータの影響により、 パッケージ型の会計ソフトが発売された。パッケージ型ソフトは専用機に比べて安価であり、ユーザーの習熟度に合わせた入力機能を備えているソフトもあり、中小企業や個人事業者の間で使用者が増えていった。2010年代にはパッケージ型のソフトをネットワーク上で操作するクラウド型の会計ソフトが登場した。クラウド型会計ソフトには 2013年から人工知能の導入が始まり銀行口座やクレジットカードのデータ取り込みや帳票のスキャンによって仕分けの自動化が実現したインターネットによって財務データの入手も容易となり2008年には金融庁運営のエディネッツから企業が提出した財務書評をダウンロード可能となった家計や家政については古くは アリストテレスの政治学、クセノポンの家政論、そしてアリストテレス名義の義書、経済学などの文献がある。古代ローマの課長は国家に家計簿を義務付けられており、財政政策の一部でもあった。当時の家政は家父長制を前提としたものであり、例えば家政論では夫は古外の政治と農場を管理、妻は 家庭内という分担が理想とされていた。個人的な内容や家庭のために基調する家計簿も現れ、中世のイタリア商人は商売の帳簿とは別に個人的な家計簿をつけた。思想の一環として家計簿が使われる場合もあり、アメリカの作家、思想家ヘンリー・デイビッド・ソローは森で暮らしながら家計簿をつけて、 生きるために最低限必要なものを見極めようとした。アメリカで公認会計士第1号となったチャールズ・ワルド・ハスキンズは職業教育や家計の重要性を解き家庭に会計学を生かすために家計の本を出版した。日本においては1908年にハニ・モトコが刊行した家計簿が現在まで続いている点で最も長い。は家計について 労力と財力が調和を保って発展するように、努めるという目標を掲げた。観光当時から現在まで同内容を保っており、当初は主婦一人による基調を想定していたが、家計簿は家庭全員が参加するものという構想に変わっていった。バロース社の初期の加算機。加算機は統計調査や会計に使われ、会計機とも呼ばれた。初期の会計士の研究として、 リチャード・ダ・フォーンの商人の鏡があるが1ページのみだった。単行本としてはベンジャミン・ F ・フスターのザ・オリジン・プログレス・オブ・ブック・キーピングからとなる。日本では明治期の様式簿記の導入と同時期に歴史研究が始まり当初は海外研究の省略が多かった。初期のものとしてソダ・アイ・サブロー、学科起源略説や運の力太郎、 母規学起源校がある。学会は、1972年に、イギリス会計士学会、1973年に、アメリカ会計士学会、1982年に、日本会計士学会が設立された。学術史としては、アメリカ会計士学会の機関誌、ザカウンティングヒストリアンズジャーナルが、年2回、国際的ジャーナルの、アカウンティングヒストリーが、 年4回発行されている。傾向としては、AHJ が伝統的な組織を扱い、R は限定されずに様々な組織を扱う。日本では会計史学会年報が発行されているほか、会計専門学術誌である会計にも研究論文が掲載されている。研究者の傾向として、日本では会計プロフェッションを兼務せずに研究者となる。 割合が多く、海外では公認会計士の研究者が多い。複式簿記の起源については、複数の説があり、特に古代ローマ起源説と中世イタリア起源説に大きく分かれる。ローマ説の根拠としては、会計役の奴隷と主人が行っていた代理人簿記を起源とする。中世イタリア起源説は、さらに、トスカーナ説、ジェノバ説、 ロンバルディア説、ベネツィア説、各都市国家で同時期に作られた説などに分かれる。近代以降のヨーロッパの繁栄や産業革命の一因に複式簿記を含める説がある。しかし、正確な簿記はヨーロッパ以外にも存在しており、複式簿記が誕生した後も、インドや中国をはじめとする地域はヨーロッパよりも繁栄していた。そのため、 アフリカやアメリカ大陸への進出による鉱物資源の調達、人口増加の解決、工業製品の輸出増などがヨーロッパの繁栄や産業革命の主な原因とされる。ありがとうございます。